教えてください。この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。私は時折苦しみについて考えます。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと置いてゆく悲しみと、病の苦しみと死にゆく悲しみと、今の自分と、答えてください。この世のありとあらゆるもののすべての命に約束があるのなら、春は死にますか、秋は死にますか、夏が去るように冬が来るように、みんな行くのですか。わずかな命のきらめきを信じて言葉で見えない望みと言ったものを、去る人があれば来る人もあって、かけてゆく月もやがて満ちてくる、なりわいの中で、教えてください。この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、春は死にますか、秋は死にますか、愛は死にますか、心は死にますか、私の大切なふるさと。
私の大切なふるさともみんな言って「しまいますか」